はい、安倍塾の安倍和彦です。今回はですね、勉強方法の計画編ということで話をしたいと思います。はい、皆さん勉強計画ってどんな風に立ててますかね。今回はですね、自分に合った方法をですね、見つけてもらいたいということで、今回は私のやり方ということでちょっと話をしたいと思います。はい、私はですね、まず毎朝ですね、このような手帳を使ってまして、その毎回毎回ですね、どのような仕事をするのかっていうのを決めています。はい、ちなみにこんな感じですね。ちょっとぐちゃぐちゃですけど、みんなの場合は毎朝どういう勉強しようかっていうふうに考えていただきたいです。例えば今日はこういう勉強しよう、ああいう勉強しよう、ああそういえば昨日あの勉強しなかったな、おとといあの勉強しなかったら今日やんなきゃなとかっていうのをいろいろ毎回毎回ですね、朝考える。で、これ夜ではなくて朝やることが大事です。なぜかというと、朝はすごいすっきりして疲れていないので、思いつかないことが思いついたりできる、はい、という状況ですので、しっかり朝やる方が、いいです。すごいおすすめです。はい、でやっぱりそうすると自分の勉強の癖というのが見えてきます。例えば英単語めんどくさいのでやっぱりやりたくないってなってしまうと、ああそういえば俺英単語やりたくなくなっちゃうからな、じゃあどうやってやればいいんだろうっていうのを考えることが大事です。例えばもう毎回の通学の時に英単語を必ずやるようにするとか、はい、なので自分がやりたくないっていう癖を見つけて、じゃあこういうふうにやったら強制的にやるだろうとか考えて、勉強の計画を立ててみましょう。はい、何かわからないことがあればコメント欄書いてください。待ってますね。